どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。エルザレットです。それでは、イーストワードをやっていきたいと思います。結構ね、ドットが綺麗なゲームらしいんで、ちょっとね、今回こちらの方を進めていきたいなと思います。まあ、ドット絵のゲームはいつやってもいいからね。っていうか、あれだよね。未だにドット絵のゲームって人気だよね。じゃあ、どうしようかな。フォルダは1でやっていこうかな。昔々、大陸の遥か遠くに、ある王国が栄えていました。塔は雲に届くほど立派です。国王が悲劇的な死を遂げて平和は終わり、魔王が自らを宰相と偽り、国を乗っ取って暴君となりました。宰相は国を封鎖し、姫を塔に閉じ込めます。来る日も来る日も泣きくれる姫の眼下には、哀れな王国の姿。その頃、どこか遠くからやってきた若き騎士が塩水に濡れたマントを絞っていました。打ち上げられた浜辺から陸地を見上げると、遠くに城が見えます。騎士はその城を目指すことにしました。冒険の始まりです。ちょっと嘘でしょ？ん？あ、ゲームしてんのか。しかもなんか、ドリームキャストっぽい形だったね。また負け？カロタっていう女の子だね。今回は全力斬りも習得していたのに、魔王が憎い。どうやったら倒せるの？なかなか倒せないんだね。ラスボスを倒せないみたいな感じか。やっぱり仲間を集めないといけないんだよ。あ、仲間集めずに行ってたんだ。しまった。もうこんな時間だよ。メガ、ちょっと待って。メガネくんはメガネなんだ。上の女の子メガネかけてるような感じ見えるけどね。学校に行かなきゃ。放課後にまた遊ぼうよ。そうね。また後で。ジョンを起こさなきゃ。俺は3でいいのかな、名前は。なんか別の読み方ありそうだよね。これジョンか。もう歩くとき、ポケットの手突っ込むね。あとあれだね。結構音、いい音するね。足音。あー、蓋を下ろす。俺は蓋を下ろしたい派。蓋を下ろしたい派。運が逃げるっていうね。今、食事を作ってる場合じゃない。めちゃくちゃ汚いけど。あー、休憩する。休みますか？はい。あ、いいね。眠る時の BGM いいね。枯れちゃってるし。とりあえず外かな。テレビつける。おっと。ああ、いいね。このなんだろう、レトロ感あるのいいね。音とかね。じゃ、外行こう。プロローグ。頭上の世界。ジョン、早く。もう金が鳴ったよ。早く地上に戻らないとお給料を減らされちゃう。あ、働いてんだ。ちなみに、そうだね。ジョンとサンでいいのかな？これは何もない。いや、てか音楽めっちゃいいね。
君はここに記憶を冷蔵できる。あ、え冷蔵庫がセーブなの？なんかもう一度取り出したとき、君はまだ君のままだろうか。記憶を残しますか？はい。セーブ完了。あー、一応セーブはあれだね。上書き式というか。そんな感じだね。いいな。曲めっちゃいいな。なんかフランキーみたいになるね。採掘者も楽じゃねえな。朝はクソ早いし、払いも良くないんだろ。マップを開く。マップ一発で開け、あ、開けるね。今回ね、PC 版でしてるのよ。ちょっとね、ボタン配置も違うからね。手間取るところだね。ただ、プレイヤー所在地が、ははははは。すげえ、ジョニーの店。ジョンの家、ハローの商店。すごいな、こんな感じで見れるんだ。ね、今、この赤いとこは自分よね。これは目的地なんだろうな。ちなみに、クエストログはカセットか。ああ、音がそうだね。そんな感じだね。カシャっていうのが。え、武器フライパン武器フライパンバックパック容量に。ああ、ああ、これ何契約書。リュックの中、あ、そういうことか。この中に入れれるんだ。ああ、ショートカット的なもんかな。あら。やさり男って本当頼りないんだから。リアル先生。でも誰かいい人がいるって言ってませんでした？説得力ないですよ。ミラーちゃん、普通の男とは違うの。それを信じろと？全く説得力はないわ。愛など言ってもわからないでしょうけどね。なんか、なんだ、なんか、うん。ちなみにあれだね、いろんなところ、家とか入れんのかなと思ったけど、そうでもないんだね。子供がいる。おじさん、仕事に行かなくてもいいの？やっぱりね、あれなんでしょ？あれ？出来損ないだよ。お前、頭フライパンで勝ち殴ろうか？言ってくれるね。全員口悪いな。全く退屈だ。ここじゃ寝るくらいしかすることがない。運が良ければ太陽の夢が見られるかも。太陽を見るってそんなレアなんだ。ジョーン、今日も素敵だね。いつもそうだけど。今日も椅子出るのかい？さすがポットクロック島のエース採掘者だ。嫌味にしか聞こえんかった。あ、お金を発見。え？大事に使う。なんか塩っぽい、塩っぽいけど。でもね、右上増えたもんね。ソルトだね。へぇー。え？なんか、すんごいジブリ感ない。めっちゃ似てるな。ミルクミヤス。あはは、早尾ですね。あんちゃん、新しい友達はできたか？まだ上の世界行きたいのか？上の世界か。入る？はい。おお、ちょっとドラクエとドラゴンボールっぽいキャラ出たね。あんた、神は久しぶりだな、ジョン。ここじゃ滅多に買い物しないもんな。それはそうと、今日は何を探してるんだ？お宝レーダー。おートークンもなんか使える感じだね。え、じゃあ買っとこう。どうせ、ね、50円、発見したしね。多分。別にすぐ使えるってわけじゃないんだね。今気づいた、唇お化けいるじゃん。タコマ校長、あなたが来るような場所じゃありません。はい。学校ここなんだ。え、じゃあ子供たちどっから来てたの？
いやー、マジで独特な唇してたな。あ、ここか、学校。さっき遊んだところは。お前、採掘者だな。上には行かぬよう、行かぬよう。ともなくは災いが訪れる、訪れる。メモリーカードがないと遊べません。メモリーカードがなきゃ第一の子は遊べないよ。あ、ガチャガチャ。あー、トークンこれに使うってこと。しかも右下にさ、右下にさ、ドラゴンクエスト3があるね。第一の子ってそういうことか。はー、情報が多すぎる。ちょっとパロディ要素もあるのかな、もしかしたらね。え、やってみる？せっかくだし。多分コレクション要素だろうね。さあ、何が出る？ゴブリン。臆病で弱い貪欲な小物。ピックスボールの中に閉じ込められていても、奇跡の存在には変わりない。奇跡の存在なんだ。やろう。あー、なんか、解除されたね。これ、色変わんのかな？カプセルの。キノコ族。伝説によると、風の国にいるらしい。雪が降ってきた。夏でも雪だ。たたりの影響かもしれない。あ、でもこれ全部3頭だね。3頭だね。さあ、来い。あれ？出なかった、一発で。お？激アツ？アイバット。記念すべきピックスボールの第1弾。はい。元は子供用おもちゃの試作品だった。大ヒットしたからゲームでも使えるようにしたんだ。あー、アミーボ的な。あ、じゃあ今みたいにくるくる、くるくるって3回やると1等出るのかな。ガチャガチャやるって。ガチャガチャは、大人になってからでも楽しいよね。お。よう、ジョン。ここで何してるんだ？遅刻したくなけりゃ、急いだ方がいいぞ。おーい。お。おやおや、ジョンじゃないか。タイガー隊長。こんな早くから酒だと？タクト同類だな。酔っ払って採掘場で垂れても俺は知らないぞ。これさ、たまに電波が立つときとそうじゃないときあるんだよね。お前たち見なかったことにするな。いいな。さっさと採掘場行け。ああ、ダメらしいです。それから、ジョン。酒を飲むなら、せめて子供がいないところで飲め。はーい。わかりましょう。採掘場。でも何で掘るんだろうね。おい、そうケチなこと言うなよ。必ず返す。長くても2日だ。待ったらすぐに返すからよ。いつもそう言うよな。なのに一度だって返してもらったことがない。それは、まあ、いや、ジョンじゃなくて4がいたね。来た来た、ジョンのお出ましだ。いつも通り時間厳守だな。時間の神様が作った時計でも作ってんのか？パンは今日も可愛いね。俺が教えたあれはまだ覚えているか？もちろん。穴に転がる石の下、いつもお宝ありました。吹き飛び岩に注意しろ、様にゃきゃ巻かれる。わらむしろ。巻かれるわらむしろ。さあさあ、ほれほれ、掘りまくれ。大儲けしたら、俺にくれ。かわいいな、サンちゃん。お見事。サンはそのうち、腕利きの採掘者になれるぞ。当たり前だ。ジョンを超えるんじゃねえか？大変だ。問題発生。やばいことになった。なになに？なナメクジだ。ナメクジ。ナメクジ。ジョン。いてくれてよかった。一緒に来てくれ。どういうこと？ちょっと待った。サンちゃんはわたわた走り回るんじゃねえぞ。あっちは危険だ。チャゲおじさんのとこで待つんだ。ナメクジから守ってやるからな。でも、
大丈夫だよ。タゲの言う通りだ。さあ、蝶々が悪いドラゴンに立ち向かった話をしてやろうか。この橋もう飽きたよ。そんな聞いてんだね。ログを更新しました。こっちは何でしょうか。お宝はなかったね。結構ドアの開け閉めをね、自分でしないといけないからね。トイレじゃん、しかも。冷蔵庫はセーブです。君が誰か別の人の記憶を手に入れたら、君は気のままだろうか、それともその人になるのだろうか。記憶を残しますか。あ、なんかアンダーテールっぽい感じだね。なんかこのセリフはね。いいな。全然助けに行く気がね。あ、フライパン持ってる。おお、喋った。じゃあちょっとナメクジさんとこ行くか。フライパンやっぱ武器か。でさ、左下のさ、顔が出るんだけどさ、アイコン。めちゃくちゃ殺意高めの顔してたな。ナメクジは西の洞窟にいるぞ。来たか、ジョン。ナメクジは西の洞窟にいるぞ。なんで二度言った。お前は倉庫の鍵を探せ。ナメクジの巣を潰すなら、倉庫の爆弾使わねえと。四三鼻水に、西だ。怪物は西の方にいる。俺は、すぐ後ろいるからな。これなんだろうね。バッテリーかなんかかな。ああ、なんかちょっと、1、2。お、チャージできる。へえ、アクションなんだ。誰だ？ジョン？本当にジョンなのか？返事がない。屍のようだ。ってことはジョンなんだ。無口なんだね、ジョンはね。扉開けるな。ナメクジに電気を吸われてる。ああ、なるほど。奴らを始末しないと照明つけられない。そういうことか。お、ちょっと待って、あと。ちょっとゼルダっぽいね。あ、いいな。このテイストで、ゼルダっぽいのか。ほら、もう壁越しなら、壁越しならもうこっちのもんだからね。うい。あー、これ爆弾っぽいね。ちなみに壊せるものと壊せないものがあるな。バッテリー。いいね。タンタンタン。また、フライパンっていうのがね、やばいな、いるな。なんか、やべえのいたな。スイッチオフ。あいつらが、邪魔してたか。うい。はい、スイッチオン。接続。接続。あー、でも、ちょっと待った。ここ接続して、ここ開けて、トゥントゥルトゥトゥンって。やっぱゼルダっぽい感じだな。意識だいぶしてるね。じゃあ鍵を取りましょう。でかっ。やっぱゼルダだ。ポーズがね。ポーズがゼルダだ。いいねー。あ、切断。あ、いや、これ切断しなくていいや。ここ続けて、極みスイッチオフだけ。お宝はないねー。巣がある。爆弾で巣を吹き飛ばさない限り無限に湧いてくるぞ。うわ、気持ち悪。ジョン、え、こっちじゃないってこと？はいはい。いや、そうなるまでよう放置してたな。宝はない。はい。鍵開けて。爆弾を補充。うわー、爆弾だー。ほんと爆弾。爆弾を手に入れた。武器メニューから選ぼう。マジ、
すげえな。まあまあ、でも、そうだね。昔のゲームだしね。補充何個できるの？あ、爆弾ケース。はい。爆弾補充したけど、どうするの？あれでナメクジをすぐ吹っ飛ばすんだ。あ、Y で設置。いや、X だ。ほい。あのね、コントローラーがいつもと違うからね、パッと見で反応できないんだよね。じゃあ補充。しかもさ、あの、ちゃんと何個って書いてあるね。いいね。補充したよーん。いけ、ちょっと待って。おら。結構爆発まで長い。おー。意外と爆発まで長い。長いね。あ、やべ。やべ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 。あー、一応置いたやつ回収できたね、今ね。うん。あ、いいね、いいね、いいね。それが分かればいい。ナメクジはまだいるぞ。そこの扉の向こうだ。光っている巣に気をつけろ。え、怖いな、あそこから出てくる。あ、ちょっと待って。そんな、いっぱいいるの？ここはじゃあ開かないんだね。はい。大変そう。じゃあ。ああ、いるね。爆弾補充。ああ、いい。ああ、次元式で消えるか。ここの壁気になるね。使ってるナメクジが出たけど、なんだろうね。これ、いけるんじゃない？ほら。いいね。隠し要素も結構ある感じか。お、でかっ！パーツを発見。パーツ？クラフト要素もあんのかな？結構範囲広そうだな、爆発範囲。こいつ怖えなぁ。おーおーおーおお。あー、ちょっと待った。やばっ。一発で壊せるからいいけど、あーで電気が通ると。はいはいはい。明るくなったね。で、こっちがつながって、全部つなげないといけないわけか、電池を。スタミナがないから全然いいね、攻撃ね。よし、オッケー。でさ、左上の方がね、なんか、扉あったよね。ちなみに、回避行動はないんだ。あー、ないね。え？やめろ！食べないでくれ！くすい。誰だお前。誰だ、あんたか。安心した。怪物に食われるかと思ったよ。私だよ。ヤブ医者のボグダーだ。ヤブ医者、ヤブ医者って自分で言うんだ。いや、自分をヤブ医者と言ってはいかんだ。あんちゃんが来なくなってしまう。知ってるか、あのナメクジは特別な免疫を出すんだ。
しかもその免疫は傷を塞ぐ塗り薬の、あ、塗り薬になるんだ。原料になる。だからここへ来たんだ。免疫採取のためにね。しかしナメクジがあるほど凶暴とは知らなかった。まあ、ナメクジ気持ち悪いもんな。だからここに身を隠したってわけだ。閉じ込められてたけどね。行くな、行かないくれ。あんたはあの、例の、都合じねの採掘者だろ？ジョンと言ったっけ？なんで知ってんの？人間を掘り出したのはあんたが初めてらしいな。やぶけすぎだって。そうそう、ほらほら、これ持って行きな。なんでしょう？え？何も？ホットドッグ！うわ、めっちゃうまそう！ありがとうございます。免疫は手に入らなかったけど、私だって全くね、役立たずじゃない。あらん足しにしてくれ。ありがとうございます。それだけ？他に出せない？電撃食らった一発で失神だ。あー。そうだね。結構、しんどそうな感じだったもんね。けど、実はすごくうまい。うまい！うまいの？ほのかに甘くてピリッと辛い。もしかすると薬の原料だってなるかもしれない。ああ。原料ね。まあ、やっぱクラフト要素ありそうだね。未だにできてないっていうだけで。ちなみに、ホットドッグは？ああ、ここにセットできるんだ。2回復。あ、普通に動いたね。ジョーン！鼻水垂れすぎやろ。な、ナメクジだ！大量に嫌がる。大量にいんのか。まあまあまあ、まず爆弾の補給よね。で、10個なるんだ。補給10個いくのありがたいね。ここら辺壊せばハート出ない？出ないか。おっさん。ヨンさん、スイッチは心配いらねえよ。俺がしっかり見てるからな。それぐらいしかねえもんな、すること。よし、行くか。おい！ジジイ！おい、ジジイやりやがったな。このボケ何やってんだ。あ？中にナメクジがいるって言わなかったか？ジョンもいいんだよ。あー、多いっすね。いって、頭の上に落ちてくんのはなし。はい、ドン、おう。多いね、数ね。いたいたいた。痛い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 。これは確かに大変だね。ナメクジこんだけ多いとね。しかもレベルが上がるわけではないから。もう行って逃げよう。おお、頭の上落ちてくるな。あ、クリア。あ、ハート増えた。じゃあ自然と上がっていくのか、進めたら。ジョンは大丈夫だと思うか？微妙だな。今度ばかりはかなりのピンチだぜ。お前がピンチにしたんだけどな。ああ、あんたのせいでな。おー、ジョン。ははははは。俺たちちょうど、助けに行こうと話してたんだ。ジョン。あれ？蝶々が来るよ。こっちに向かってる。最悪だな。シフトは終わったけど、今日はまるで成果なしだ。蝶々がまた怒る。俺は、バックれるぜ。おい、待て。
ジョン、早くしろ。蝶々に見つかったら大変だぞ。なるほど。牛乳、まあ、そうだね。成果っていうか、何を採掘してんだよね。悲しいな、何も掘り当てられなかった。クビになる。俺には関係ないかな。ディグだけなんか持ってるね。裏切り者、聞こえてるぞ。静かにしろ、来たぞ。蝶々どんなもんなんだろうね。うわ、いかつ。ホフマン蝶々、よし、役立たずども。相変わらずの役立たずか。確かめてやろう。うわー、嫌そうな顔だなー。あれ、お腹かなー。ゼロ。ちっちゃくなった。こいつもゼロ。あ、何も言わないんか。正真正銘に役立たずだな。ドラえも揃って、ちょっと強めだったな。それから貴様。そうだ、貴様だ。なぜガキがここにいる。遊び場じゃないんだぞ。学校に行かせろ。このお金がないです。学費は当然、貴様の給料から天引きするからな。聞いた？ジョン？私学校に行けるって。行ったか。ふう。また給料減らされるかと思ったぜ。死ぬほどビビった。チャゲはもう、当たり散らかされてるからね。けど給料守られた。まあでもこういうところはあれだよね。その、どうしても命に関わるからね。そう、またクラブアップルかよ。たまには現金で払ってほしいもんだ。もう1ヶ月もクラブアップルばっかり食ってる。あー、やっぱ資源がそこを突きかけてるんだろうな。けどまあ無事に済んだんだな。礼をいいよ、ジョン。ここぞという時は頼りになるな。で、明日からは学校に行けるみてえだな。そうだろ、サンちゃん。サンちゃんがいないと寂しくなるな。また絶対遊び来るよ。サボったりすんなよ。先生の言うことちゃんと聞くんだぞ。はいはい、分かってるって。真面目な話だぞ。カロンに連れてかれんのは見たくないからな。カロンか。そうだろ、ジョン。あ、ジョン。その、フライパン。フライパン？え？あーって壊れたの？もしかして。ジョン、フライパンが壊れてる。姉さんに見てもらうといい。あー、あの修理おじちゃんね。だな、あの偏屈じいさんは何だって直せる。じいさんならサニーサイド農場行けるぜ。あ、はいはい。そいつを修理できるか聞いてみな。あれ？それで修理素材ってことか。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。ちょっとサンちゃん隠れるね。まあまあまあ、アクションゲームだったんだね。RPG と思ってたからさ、ちょっと、これは楽しみだな。このテイストでこのノリで、まあ、ちょっとマザーっぽいというか、マザーとゼルダとアンダーテールのいいところを合わせたというか、なんかいいゲームだね。まあまあまたやっていきたいと思います。で、良ければ高評価とチャンネル登録もお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。